皆さんおはようございます。2021年6月10日のたくまの Vlog です。今日はですね、トウモロコシの種まきをしたいと思っております。で、田木はですね、従業員さんが今朝ですね、ささっと貼ってくれたので、もうあと種まけばいいだけです。ありがたいですね。まあ今日は少し陰ってきたんで、こう作業するのにはかなりいい具合の天気なんじゃないかと思います。とりあえずですね、早く作業始めてさっさと巻き終わらせちゃいましょう。あ、とりあえず今肥料と種の方、積み込みました。じゃあちょっと今から巻いていきます。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、もうですね、イノシシが中に入って悪さをしています。くぼんでる、無数にくぼんでる点々としたところは全部イノシシの足跡なんですよね。昨日お作業してきれいにしたばっかりなのに腹が立ちますね。はい、今ですね、外周2周ほど巻いてみました。まあね、なんか、プライの時言ったんですけど、結構草が出てて、うまくすき込めてなかったのがですね、表面に出てるところがあって、まあ、それで不具合とかはないんですけど、ちょっとうざいなって感じになっています。まあ、それ以外は順調って感じですね。じゃあ、じゃんじゃん巻いていきたいと思います。はい、今1時間ほど、排除作業をしました。こんな感じですね。何周ぐらい回ったのかな、7、8周ぐらい畑回ったんじゃないかなと思います。あと1時間半ぐらいかな、かかれば2時間かな。2時間あれば終わると思います。じゃあね、お腹減ったんで、ご飯食べてこようかなと思います。めっちゃ眠たい。もうトラクター運転してて眠くなって、1周前に植えた列にですね、突っ込みそうになるっていうことが、ありますね。トラクターあるあるですよね。ね、一回休憩してから気持ちリセットして、じゃあやり直そうと思います。じゃあ、帰ります。はい、今ですね、1時半です。わぁ、パラソルが飛んでいった。トラクターのパラソルがぶっ飛んでました。まあそんなことはどうでもいいんで、落ちたパラソルなんてつければいいんですよ。でですね、今1時半、13時半なんですけど、新入社員くんがですね、14時ぐらいにここ来てくれるんですけど、来たらこの僕が種まいた後鎮圧してくれるような予定になっております。なのでできるだけ早く作業を進めなければいけないんですけど、ちょっとゆっくりご飯を食べ過ぎちゃいました。よいしょ。
い、これで OK ですね。バッチリです。じゃあ、作業を始めたいと思います。今ですね、新入社員くんが、僕が撒いた跡をですね、鎮圧をしてくれております。普段、キャビンタイプのトラクターにあんまり乗ることがないので、今回は涼しいと言って、なんか嬉しそうでございますね。今3時ちょっと過ぎたぐらいです。上割りました。結局11時ぐらいから始めて1時間休憩したんで、3時間ぐらいですね。1ヘクタールぐらいあるけど、はい、それで終わりました。ちょっと草がですね、やっぱ出てたところが多くて、なんかこのプランターのここのとこにですね、引っかかることが多くて、ちょっと嫌だなって感じだったんですけど、無事に終わることができました。それじゃあですね、引き続きさっき新入社員くんがやってた鎮圧作業ですね、もう僕が終わらせたいと思います。じゃあ今からですね、鎮圧かけていきたいと思います。でももうほぼほぼかけてくれてるんで、あと実質10分ぐらいあれば終わるんじゃないかなって思います。とりあえずかけましょう。だいたい、やっぱ10分ちょっとぐらいですね。もうこれでこの補償は完了しました。イエーイ、終わりかな。じゃあ、あと電気ボクサーくんの設置して、もうこの補償は終わりにしたいと思います。いやー、結構バタバタと作業を進めたので結構大変だったんですけど、まあ一区切りついたからちょっと良かったです。まああとですね、あと大きい 2.3 ヘクタールある畑が残ってるんで、それ終わらないと電動コンの見つけ終わらないんですけど、まあ、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。はい、それでは今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。